本堂と五十堂延福寺は、千葉県銚子市にある新言集計単立の寺院。三号は、飯沼山。本尊は十一面観世音菩薩。坂道三十三観音霊場の第二十七番札所となっており、飯沼観音とも称される。辞伝によれば、神器元年、両氏が十一面観世音菩薩を網で救い上げ、その後、 後任年間この地を訪れた空海が海岸したという。鎌倉時代以降はこの地を治めた宇永が氏の消えを受け、自運は交流した。天正十九年に徳川家康に主因を賜り書道を整備。天正六年には八軒四方の観音堂を建てた。元六十五年首老、多方堂を消失。安永二年には観音堂を十軒四方に改築。他には二王門。 首郎、多宝塔などの書道を整備したが、昭和20年に空襲で多宝塔以下観音堂、二王門、首郎、大使堂、馬刀観音堂、二十三野堂、抱き二天堂、龍像大言言堂など書道を消失した。長江神社と観音堂の間に古碑があり、慶長年間に金号に住んでいた、早木孤児の墓と呼ばれていた。2009年に五十塔を混流。 高さ33.55メートル。2014年から年2回、寺院が所蔵する古典石を展示する、寺宝展を、慶応義塾大学指導文庫の協力によって、開催している。2016年6月28日、テレビ東京、開運。何でも官邸団に、遠空寺所有の佐賀本、つれずれ草が出品された。飯沼水準原表石重要文化財千葉県。 指定有形文化財土木学会戦勝土木遺産、空色ウォーク文港堂、編集、極東の美調子文港堂、1926年、7P。AB 系外案内演服時、日本の古典研究を支える、諸子学の世界、慶応義塾。w w w k o a c j p 2020年2月19日閲覧。サガボンのつれずれぐさ開運。 何でも官邸団テレビ東京。テレビ東京。2020年2月19日閲覧。A.B.E. 沼水準原表席。利根川下流河川事務所。E. 沼水準原表席土木学会林道と。E. 沼水準原表席犬坊崎東大大百科。ありがとうございます。